それでは、定刻となりましたので、ただいまより平成30年度富岡町町政懇談会を開会いたします。私、本会の進行を務めます、企画課の課長補佐と本庁広報係長を兼務しております畠山真也と申します。どうぞよろしくお願いいたします。開会にあたりまして、宮本町長より皆様にご挨拶を申し上げます。改めましてお詫びでございます。本日はお忙しいところ、朝廷懇談会にご出席を賜りまして誠にありがとうございます。また日頃より復興事業をはじめ朝廷全般にわたりご理解とご協力をいただいておりますこと、この場をお借りしまして改めて御礼と感謝を申し上げたいと思います。さて、一部を除く避難指示の解除から1年半が経過いたしましたが、町内で生活をされる方々が徐々に増え、桜を守る富岡の来場者総数が100万人を達成することができました。少しずつ町の姿が戻ってきております。この4月には富岡第一中学校の校舎で小中学校富岡校の再開と余裕教室を利用した預かり保育を開始するとともに、子育て世帯奨励金制度を新たに設けました。さらに来年4月には現在改修中の旧富岡保育所を認定こども園としての再開を予定するなど、子育て世代の支援を進めてまいります。これまでも申し上げてまいりましたが、帰還困難区域の財政なくしてふるさと富岡の真の復興はないとの信念のもと、特定復興再生拠点区域再生、計画に基づき7月より当該区域の除染が開始されました。 JR 湯の森駅周辺の整備と合わせた拠点区域の復興再生、それから拠点とならなかった区域の支援および早期整備について国などと協議を継続しながら取り組みを進めております。また町の復興には交流とにぎわいの創出も不可欠です。今年は8年ぶりとなる葉山の火祭りが再開され、11月にはイビス港市に合わせ県内の民族芸能をお披露目するふるさとの祭り2018も開催されます。復興に向かい移りゆくふるさと富岡の様子を肌で感じていただければと思います。本日の朝廷懇談会は町政の施行状況について各担当課長から説明させていただきます。皆様から忌憚のないご意見を賜りますようお願いを申し上げ、私からも挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。ここで町からの出席者を紹介させていただきます。改めまして宮本町長でございます。高橋副町長でございます。はい、よろしくお願いします。滝沢副町長でございます。はい、よろしくお願いします。石井教育所でございます。はい。その他、前課長も出席しておりますが、時間の都合上紹介は省略させていただきます。次に、懇談会の進め方について説明いたします。懇談会でお手元の資料に基づいて説明をし、その後意見交換を行います。まず今年度の町の一般会計当初予算の概要について資料の1、2ページで総務課長から説明します。続いて3ページから10ページの重要施策重点項目についてそれぞれ担当課長から説明いたします。その次の大きな3番町内の状況につきましては私から説明をされていただきます。すべての説明が終了した後、皆様からのご質問ご意見をお受けし意見交換をされていただきます。なお、説明者は着座で説明されていただきますのでご了承ください。
それでは町からの説明に入ります。平成30年度一般会計当初予算の概要について総務課長から説明いたします。改めまして、総務課長の林信夫でございます。よろしくお願いいたします。私からの、予算のですね、当初予算の概要、それから、予算の概況といったところをお話しさせていただきたいと思います。まずは資料をめくりいただきまして、1位の平成30年度一般会計当初予算の概要というところをご覧いただきたいと思います。今年度の一般会計当初予算につきましては、前年度比41億5980万1000円減の157億8409万6000円で編成いたしましたが、当初予算編成後に生じました処理事業に対応するため、また、富岡産業団地の処理事業費の財源の見込みが立ったというところから、一般会計当初予算に56億2312万2000円を増額補正しまして、現段階において歳入歳出予算それぞれ総額を214億721万8000円というふうにしています。でこの予算規模につきましては震災前の約3倍というものであり、8つの特別会計の予算を加えますと270億円を超える規模というふうになっております。予算の編成においては、ふるさと富岡のさらなる生活環境の向上、充実に向けた取り組み強化、それからふるさと富岡の発展を支える産業と地域交流基盤の再生、町民一人一人の生活再建と心の復興に向けたつながり強化の3つを柱といたしまして、雇用、医療、福祉、教育、交流、農業を主要施策のキーワードとして編成しているところでございます。各事業の概要につきましてはお手元の資料をこの通りでございますので、ご確認をお願いしたいと思います。なお事業等の財源につきましては、国県の事業補助や、交付金等で現段階では確保できている状況でございまして、歳入歳出予算の調整のための財政調整基金も約59億円を積み立てているといった状況でございます。しかしながらでございますが、国県の財政支援も年々先細りすることが予想されますので、国県への財政支援の継続が必要であるという訴えは引き続き行いますけれども、町といたしましては事業の優先付けによる財源の集中投資など、選択と集中によるメリハリのある予算編成や各種基金の規律ある活用などを行いながら、将来に向けて歳入に見合った歳出となるように努めてまいる考えでございますので、皆様のご理解をいただきたいというふうに思います。私からは以上でございます。次に大きな2番、重点施策重要項目の1番、生活のサポートについてまず住民課長から説明いたします。おはんでございます。住民課長の杉本です。よろしくお願いいたします。それでは、住民課長官の重点施策についてご説明させていただきます。お手元の資料の見開き3ページ4ページをご覧ください。住民課で行っております生活サポート事業の主なものといたしまして、4つ記載させていただいております。1つ目は、現在も皆様が交流の場としてご活用していただいております、交流サロンの開設事業でございます。地図には、記載されておりませんが、現在県内には町内のサロン1カ所、いわき市内に3カ所、郡山市内に2カ所、福島市内に1カ所の交流サロンが開設されております。来年度も交流サロンの開設事業は、継続してまいりますが、町内施設の再開と利用者の減少というものが、ございまして、町内のサロンにつきましては来年1月で閉所となります。現在町内サロンで、休憩や情報交換等で、ご活用いただいている方々多いとはございますが、そちらの方々につきましては桜の森富岡や、ここ学びの森の図書館、あるいは、学びの森内の、休憩スペース等をご利用いただければと思っております。
またサロンで配布してございます除草剤等につきましては、平日であれば役場の生活環境課の窓口、休日は役場の日直やここ学びの森の方で配布いたしますので、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。また郡山市内の福島絆カフェ富岡につきましては、来年2月に閉鎖し、その機能を町の社会福祉協議会運営の富田にありますお互い様センター、また、いわき市泉にあります泉多摩水交流サロンにつきましては3月に閉鎖をいたしまして、その機能はまた町が委託運営しております、泉地区内にございます高齢者等サポートセンター泉で引き継ぎまして、閉鎖後も停滞なく同様のサービスを提供してまいります。2つ目といたしましては、県外へ避難されている方々の支援事業ですが、埼玉市を拠点に町が移植した復興支援員の6名が、県外で生活されている方々の訪問事業や交流事業などを行ってございます。3つ目、町外で生活されている方々の支援になりますが、町外で町民同士が自主的に組織し活動する団体への支援も行ってございます。現在8つの自治体が、申し訳ございません、8つの団体が活動されておりまして、仙台に今1つの団体が設立に向けて動いているところでございます。また皆様におかれましては、従前の行政区での交流会等に参加されている方もいらっしゃると思います。どちらにも参加されてですね、有意義な活動ができるよう町としては応援させていただきます。最後となりますが、町から申し訳ございません、町外から皆様のように町内のご自宅や民間や町営の住宅へ入居された方に引っ越し費用の一部を補助する事業を行っております。ホームページの下の表に上限額を載せておりますが、皆様の従前の居住先や世帯構成などで補助額が変わります。町内への帰還をされた方、また帰還を検討されている方は、まずは役場住民課へですね、引っ越し補助金の件でとご相談いただければ、職員の方が対応させていただきますので、よろしくお願いいたします。住民課からは以上となります。次に資料5ページについて健康福祉課長から説明します。健康福祉課長の上杉明弘と申します。私の方からは地域包括支援センターについて、お話をさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。資料5ページになります。地域包括支援センターは、高齢者が安心して過ごすことができるように包括的および継続的な支援を行うための中心的な役割を果たす組織となっております。町はこの地域包括支援センターを役場に設置いたしまして、本町と郡山市長、いわき市へ職員を配置しているところでございます。主な業務といたしましては、総合相談支援、虐待の早期発見防止などの現利用を、介護予防支援、これらの業務を中心に行っているところでございます。高齢者ご本人やそのご家族の方から、日常生活の困りごとや悩みごと等のご相談に、福祉、保健、介護等の専門職員が対応する総合窓口となっております。こちらの資料中段のですね、連絡先を載せております。またその上にですね、トミックに書いてあるんですけども、その周りに福立ちが載ってます。このようなですね、質問と何かございましたら、相談内容につきましては、秘密は固くお守りしますので、お気軽にご相談いただければと思っております。地域包括支援センターの説明は以上となります。次に、課税交付について、税務課長から説明します。どうも、おはようございます。税務課長の小林です。どうぞよろしくお願いします。私の方からはですね、資料6ページの課税方針ということで、平成30年度以降のですね、課税方針についてご説明させていただきます。徴税等の減免につきましては、
皆様の長引く避難生活分の負担を軽減し、生活再建に寄与すべく平成23年度より実施しており、その減収分につきましては、国からの震災復興特別交付税で支援を受けているところでございます。しかしながら、国におきましては、町の施策で減免している町税に対する補填に対しまして、国の財源を当てに減免しないよう指摘されておりまして、今後も減免を継続した場合、確実に財源の補填が行われることかどうかわからない状況であります。まだまだ皆さんの多くは避難生活が続く状況で、生活や将来に対する不安など大変なご苦労をしていることと思いますが、減免している町税に対する補填が不透明なことから町の財源に不足が生じ、行政運営に支障をきたすことが懸念されますので、平成31年度以降の町税の課税補助につきましては見直しを行いますので、皆様のご理解をお願い申し上げます。まず、はじめに、1、住民税についてですが、本年度まで所得1000万円を超える方を除きまして、所得に応じ、段階的に減免を行っておりますが、平成31年度よりは通常課税の方針とさせていただきます。次に、2の固定資産税につきましては、避難指示を解除された区域の土地、建物の固定資産税は、平成31年度および32年度は2分の1の課税で、平成33年度からは通常課税の方針となります。なお、帰還困難区域は避難指示解除まで全額課税免除が継続されるものでございます。次に、右側の焼却資産につきましては、すでに通常課税となっておりますが、震災で壊れ使用できない場合などは申請により減免を判断させていただいております。また住宅が解体された敷地につきましては、空き地であっても平成33年分までは住宅用地の特例が適用されまして、200平米までは6分の1、それを超える部分につきましては3分の1の額となります。次に、3の国民健康保険税につきましては、毎年2月末ごろに国からの財政支援の通知により減免を決定しているところであり、国の財政支援が継続される場合は、平成31年度の避難指示が解除された区域の上位所得層世帯、世帯合計で600万円を超える世帯を除きまして、全額減免が継続されます。また、帰還困難区域の世帯は所得の制限がなく、全額減免が継続されます。なお、国からの財政支援が終了した場合は、平成31年度から通常課税となります。次に、4の軽自動車税につきましては、すでに通常課税としておりますが、町で発行しているナンバーの車両につきましては、帰還困難区域内に使用不能等で片付けができない場合は、申請により減免としておりますが、極力廃車届の手続きをお願いするものでございます。以上が平成31年度以降の課税方針の説明となりますが、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。次に3、除染の進捗などについて復興推進課長から説明いたします。はい、復興推進課長の黒沢真也と申します。私からは資料の7ページから10ページの除染の進捗と放射線量の推移につきましてご説明をさせていただきます。それではまず資料の7ページをご覧ください。7ページの上段および中段には、避難指示が解除された区域の地上1メートルの平均空間線量率の推移について表および棒グラフでお示ししております。これを見ますと、全地目の平均値につきましては、除染前毎時 1.97 マイクロシーベルトから昨年度の事後モニタリングで 0.54 マイクロシーベルトと約 73% の減、宅地の平均値につきましては、除染前毎時 1.98 マイクロシーベルトから
昨年度の事故モニタリングで 0.42 マイクロシーベルトの約 79% の明言となっております。平成28年度の事故モニタリングと比較しましても、全地目各地とも 0.09 マイクロシーベルトの減となっております。これは局所的に光線量となっている部分について、継続したフォローアップ除染を実施している成果と自然沿線によるものと推測されます。避難指示が解除された区域におきましても、いまだに放射線量が高止まりになっている箇所が残っており、これらの箇所については7ページ下段のようなフォローアップ除染を引き続き実施しております。ご自宅の周辺で放射線量にご不安をお持ちの方がおりましたら、役場内の復興推進課もしくは環境省の相談窓口までご相談いただければと存じます。次に8ページをご覧ください。先ほどの町長からの挨拶にもありました通り、本年3月に帰還困難区域に設定されました特定復興再生拠点区域、こちらの除染が本年7月より開始されております。これに先駆けまして、桜並木沿線につきましては先行除染が実施されており、その状況についての写真を掲載しております。町では今後も継続して定期的な放射線モニタリングを実施し、町内の放射線量の状況を広報誌やホームページ等を活用し、皆様にお知らせしてまいります。続きまして9ページをお開きください。昨年度から先行除染を実施しております桜並木沿線の放射線量について、定期的に行っております車載測定器による道路上の放射線量測定の結果を町の放射線に関するホームページにアップしておりまして、それをこのページに掲載しております。上段が除染前の昨年6月の測定結果で、下段が除染後の今年6月の測定結果です。除染前が赤で囲われたその桜並木沿線につきまして、緑色の毎時 0.5 から1マイクロシーベルトの地点が多いのに対しまして、除染後が水色の毎時 0.2 から0.5 マイクロシーベルトに変わってきているのがこちらでわかります。次に10ページをご覧ください。長崎大学との包括連携協定に基づくさまざまなリスクコミュニケーション活動や除染検証委員会によります除染効果の検証の様子などの写真を掲載しております。今後も町民の皆様の放射線への不安を軽減し、安心して町内での生活をすることができるよう、長崎大学の協力の下での少人数による車座集会、被曝線量評価や自家消費野菜等の放射能検査、内部被曝検査や甲状腺検査、町独自の放射線モニタリング調査などを継続して実施してまいります。最後に皆様へお願いがございます。資料にはございませんが、昨年4月の一部地域の避難指示解除から1年半が経過し、少しずつではありますが、町内での生活を再開する町民の方が増えてきております。そのような中で最近役場に来る話で増えているのが、隣の敷地がきちんと管理されていないために草が伸び放題で自分の屋敷までかかっているから何とかしてほしいよというような類の話です。役場といたしましては、そういった土地の所有者に対しまして、連絡先が分かっていれば電話でお話をしたり、町民以外の所有で住所しか分からないようなところであれば、その住所にお手紙を差し上げたりして対応しております。町といたしましては、ご自身の所有地の適正な管理について今後広報やホームページ等でお願いしてまいりたいというふうに考えておりますが、町内に戻られた方におきましては、そういった場所がここにありますよといった情報がありましたら、役場へお知らせいただきたいと存じます。私からの説明は以上となります。続きまして私からの一括説明ですが、先にこの資料をお送りしており、ご協力いただいていると思いますので、簡単に説明をさせていただきます。資料11ページ、町からの情報発信についてです。この中で今月町のホームページをリニューアルしましたので、ご覧いただければと思います。また今年度トミッピーラジオの放送を開始しました。
こちらもぜひお聞きいただきたいというふうに思います。12ページ、町内で再開したイベントについてです。今後も皆様が再開できる場として開催をしていきたいというふうに思います。13ページです。まず、町内居住者についてですが、資料作成の時期の関係で今年9月1日現在となっておりますが、10月1日現在町内で生活をしている方は791人となっております。そうした丸岡の住民票につきましては本日は説明を省略させていただきます。14ページです。教育・子育て支援についてです。来年4月に認定こども園をオープンすることと子育て世帯への奨励金につきまして、次の15ページには学校関係としまして、児童・生徒数や今年4月に再開した富岡校の様子などを記載してございます。16ページ、医療、保健、福祉、介護についてです。町立の富岡診療所と富岡中央院、それから双葉医療センターの診療時間などを掲載し、下には保健センターを再開したことと、社協などの再開状況でございます。資料17、18ページは交通関係です。17ページに各交通機関の運行状況を記載。18ページでは、夜の連携についてです。JR 東日本では、平成31年度内に常磐線の全線運転再開を目指しており、町も東西自由通路や西口、東口への駅前広場、それから東口には現在の駅舎を思い起こせるような待合室を整備していきます。また、駅自体は東西自由通路内の表情駅、橋の上の駅となり、駅からホームまではエレベーターを設置いたします。続いて19、20ページには安心安全の確保についてです。丸1の防火対策では、その体制と災害発生時の備えについて、下の丸2では鳥獣被害の対策を記載してございます。20ページは原発の安全対策についてです。安全監視協議会などにより東京電力の廃炉措置の取り組みを厳しく監視しており、また下に記載しております原子力防災訓練の実施につきましては、県との協議の結果、1月21日と1月26日に行うことが決まりました。資料21ページ、住まいについてです。丸1番、定住促進化対策、住宅補助につきましては、今年度の新規事業でございますが、住宅の取得やリフォームをする際の補助制度でございます。丸2番では、空き家空地バンク、丸3では住まいに関する各種助成制度を記載してございます。22ページからは産業についてです。22ページには、丸1プレミアム付き商品券と、丸2事業再開の支援事業についてお目切りいただきまして、23ページは、丸3として営業再開、今年度の作付け状況と、下には今後の農業復興への連携体制について、24ページ、水産業の再生として富岡漁港と鮭柳川の復旧について、それから丸子の森林再生計画を記載してございます。25ページには現在整備を進めている産業団地についてとなっております。最後、26ページには歴史・文化としまして、上段に平成32年度に完成予定のアーカイブ施設、下段には学びの森の利用案内と今年4月に再開した図書館についてを記載しております。駆け足となりましたが、私からの一括説明は以上となります。